はい、新谷です。今日は、ドラムを自宅で練習したい、そういう方のための動画です。どうぞ。はい、ドラムセットがなくても自宅でも十分練習できますよという話をしたいと思います。まあ、理想的なのは、ドラムが家にあることで、自由にね、音気にせずできるのが理想っちゃ理想なんですけども、そうはいかない状況っていうのはたくさんあると思うんです。そんな中で、一番よく使われるのが、当然ですけど練習パッドですね。で、椅子があって練習パッドがあれば、もうこれで十分ドラムセットです。いいですか？で、パッドが、これパッド1枚だから、これスネアでしかないっていうふうに考えるんじゃなくて、端っこがハイハット、真ん中がスネアで、椅子に座ってればパシ踏みでキックができますね。できますね。で、それから移動の練習、端っこがタム。こういう練習もできるわけです。ね、端っこがシンバル。ね、こういう練習もできるわけです。想像で練習パッド1枚、これをいかにドラムセットとしてイメージするかというところで、いくらでも練習ができるはずです。ドラムセットの練習、ね、好きな音楽を鳴らしてやればいいわけですね。で、パッドもいろいろあって、これだとうるさいっていうんであれば、例えばこういうウレタンのパッドがあります。ウレタン製の、これだとさっきのこっちよりも音はちっちゃいので、騒音が気になる方はこういうのを買うといいと思います。それでもうるさいという場合は、こういうものもあります。探せばあると思うんですけど、さらにこういうのもあります。こういう練習パッドで、解決するという方法があります。いや、そんないろいろもう1枚買っちゃったし、どうしようもないよっていう場合は、ここにもう何かかぶせてしまう。何でもいいです。こういうのかぶせちゃう。かぶせすぎだという場合は服をかぶせてもいいし、こういう、これネックウォーマーですけど、ネックウォーマーみたいなのをかぶせる。十分跳ねますから。こういう感じになります。で、集合住宅に住んでる人なんかは、やっぱりこの下の振動が気になるという場合は、今うちも木造ですけども、下にタイルカーペットを敷いてます。タイルカーペットを下に敷いてます。1枚で気になる人は何層にも重ねてやれば、なんとかなるんじゃないかなと思います。で、さらにそれでも気になるような人は、足踏む、時に気になる人はね、こういうクッションみたいのを下にこうやって置いて、これをこうキック代わりに踏むと、これ全然振動がいかないので、こういう工夫をすればいいだけじゃないかなと思ってます。で、とにかく理想的なのは、こう椅子に座ってパッドがあって、足の練習をできれば、もうこれで十分、僕はドラムのシミュレーションになっていると思います。これで、僕はもう何曲もこれで曲を覚えました。ライブの前に曲を覚えました。これでできるはずです。で、いやいや、こんな環境もないよという、いや、練習パッドがないよという場合は、練習パッドは100均で作れます。
こういうパッドを作れます。これはね、鍋敷き、100均で売ってる鍋敷きにハンコの夏印マットが3層重なってます。これを100均でね、同じのあります、こう買ってきて、ね、ハンコマットこれ買ってきて、普通に、ボンドでアロンアルファみたいなので止めるだけです。で、これできます。で、これもどんな音がするかというと、こんな音しますね。このこっちのリアルフィールと大体跳ね具合はほぼ一緒ですね。まあ、うるさい場合はこれにこうタオル敷いたり、すればなんとかなると思います。はい、こんな感じで、まあ、練習パッドは自作もできる。こういうスタンド付きのちっちゃいやつももちろんあるので、ね、こういうの買ったりしてもいいし、メッシュヘッドのこういうものを買ってもいいと思います。で、いや、そういうのもない、練習パッドもないっていう場合は、もう一個、例えば椅子を用意してですね、椅子をパッドにすればいいじゃないですか、ね、あと同じようにハイハットですね、いくらでも練習できるはずです、はい、で、いや、椅子もないし、うちは地べたで座ってるんだ、こんな感じで、ね、こう地べただとして、で、地べたで座ってるんだとしたら、地べたに座ってやると、油かいて、練習できるはずですね、はい。で、あんまりおすすめしないのは、こう空中でこうやってやると、なんかこう手でこう止めちゃう練習になっちゃうので、もし空中でやるんだったらスティック使わないで、もうこういうトレーニングの方がまだマシですね、あんまりこう空中でこうやってやる練習はしない方がいいんじゃないかなと思ってます。僕も昔やったことありますけども、なんか力入っちゃうと思うんで、あんまりやらない方がいいかもしれないですね。それだったら何か叩くものを用意して、何でも練習した方が全然いいと思います。まあ、とにかく振動いかないような工夫はいくらでもできるとは思うんで、これなんか全然足に振動も来ないし、いけるはずですね。こんな感じかな。あとは何かあるかな。いや、もう、椅子もないし、地べたに座ってやってるしっていうんであれば、それで、足の練習ができないっていう場合、僕も昔和室に住んでてこたつの部屋だったんで、そういう場合は寝てましたね。こうこんな感じで横に寝まして、こうやって寝まして、でこれでこう壁に、お隣さんがいない方の壁とかにこうやって、なんかこう足の練習をしてた覚えがあります、うん、そんなことはやってましたね。工夫はもう、情熱がその工夫を作るので、とにかく、上手くなりたい、練習したいっていう思いがあれば、いくらでも人は工夫はできると思いますんで、諦めないで、頑張ってください。
はい、工夫次第でなんとかなると思います。他にも何か、いいアイディアがあれば、教えてください。それではまた。